回ってんの。赤さん、それじゃあ行ってくるんで、寂しいだろうけど。ね、じゃあ行ってくるんで。いいかな、もう。OK。じゃあ青森の旅に行って、来ますんで、寂しいだろうけども、北海道守ってください。以上です。どうしたの？いや、うんこの匂い。なんで？いや、なんでか知らんけど、すごいわ、味噌天が食って、うんこ。いや、気になって噛むってことは、うんこの匂いも気になって噛むんだろうね。あ、見てやれ、イエローハット。イエローハット珍しいの？珍しいわ。カズさーん、追い出せ渓流だよ。俺マイナス4。飛ばして撮りたいな、カッサーって。ここが八甲田の雪の壁っていうか、あれだよって。すごいすごい。あ、すごいよ。まだあるじゃん。雪。ちょっとここで撮る。大丈夫？撮ってあげるか？来てもらえるか？どうぞ撮る。カズさーん。見てるかい？これが有名な八甲田の雪の壁。雪の壁だよ。
さん、スカイ温泉来たよ。わかるでしょ、スカイ温泉。混浴。これから混浴入ってきまーす。さん。ということで、JR 東日本の CM で吉永小百合さんが出てた鶴の前走った違和感マップで見えますか、カズさん。はい、ということでビデオレターでした。また続きます。待ってんの、母さん。母さん、立ちねぶたみたいって言ってたじゃん。これ、ちょっと、うるさいね。何メートルあればね、今建物の4階から撮ってんだけど。まあいいよ、うん、降りて、俺映して。どうだよ、母さん。いいでしょ、立ちねぶた。これ、ラッセラーってこう、言いながら、ね。これが、五所川原の立ちねぶたなんで。以上です。またビデオレターしますんで、よろしく。お疲れさ、先にやりますね。ちょ、こういう感じで撮りますんで、皆さん今日一日カズさんのビデオレターシリーズに付き合ってくれてありがとうございました。明日も第2編やりますんで、よろしくお願いします。まだかよ、まだ撮ってんのかよ、まだ回ってんの。もういいよ、ロッキーに怒られるから、これ、こんな。ロッキー似てるでしょ。以上です。カズさん、お元気ですか？アスパムね。青森のアスパム。ここで、カズさんに今リンゴ飴買ってくるから。この後釣り行くんで。アディオース。ダメだ、風強くて。もうやってんだけど釣りは無理だわ。ということで、ちょっと移動移動します。無理なんで。以上、現場からタモタンでした。
ですよ。さっきより多分2センチぐらい大きいと思う。あ、これ軽くなったの？え？やっぱりない？あ、ね。うん、ちっちゃい。カレーかなと思ってんだけどさ、どれ？ハゼ、ハゼ祭りだよな。何笑ってんの？いいかい？いや無理無理。YouTuber のハムさんですか？ YouTuber のハムさんですか？ハムさん。母さん、恐れた。来ました。撮影許可下りなかったんで、ただ動画撮るだけは OK なんで、母さん。今日帰ります。恐れたんでした。石が住んだろう。